スターズ見ましたからね。ビシャルリソンのトップは厳しいでしょうね。厳しいというか、今後、クロス入る時の四角で待ったりとか、そこの駆け引きもそうだし、裏抜けもね、距離短いというか、ライン上でしちゃうからズレが生まれにくかったり。ビシャルリソンはね、わがままなミュラーみたいな感じだから、セカンドトップで一生懸命さが魅力の選手だけど、一生懸命じゃない時もあるみたいな感じの。 ああ、ソンフンミンのワイド起用は、あれ、やっぱりね、ここのね、1対1でぶち抜いてみたいなタイプじゃないから、シティで言う、グリーリッシュ役みたいな。でここで貯めてこのクロスってさ、ソンフンミン以外もやれるじゃん。左サイドバックのウドジーだっけ。ここ取るタイプだったらいいんだけど、まあ、マリノスでやってたサッカー似てるんですよ。サイドバック絞らせて、室で殴るみたいな。そうだからね、で、こっちからこういうボールをね、精度高いボール入れる選手そんないないんだよね。 だからクルゼスキーのこういうのに対して飛び込んでくるとか、マディソンがこっちの方降りてって、こういうのがあって、ソン・フンミンとかあったらいいけど、基本的にソン・フンミンこの辺にさせたいじゃんで。一番の形はソン・フンミンに入る、左サイドバック上がる、で、スキップとかバランス取るがいいと思うんですけどね。ソン・フンミンがこの中に入ってこれる形を多くした方がいいし、ケインとソン・フンミンだったらこれで仕方ないんだけど、リシャルリソンとソン・フンミンだと逆でもいい感じがするっていうか、ソン・フンミンがここに慣れれるかどうかみたいるけど、 あと、カウンターの時に、あ、ここで裏にボール出てこないか、みたいなシーンもあるから、やっぱ、孫ミンにとっては、ケインの遺跡は、スパーズ全体よりも痛いかもね。ケインいないことには新しい形っていうか、まあ、サッカー自体が変わってるから、全体でボール支配してみたいになってるから、ケインのキープ力に耐えるみたいな感じじゃないけど、サイドからクロス入った時に、ケインがいたらね、今のサッカーにケインいたらもっとポステゴグル楽でしょうけどね。 正直、エメルソン・フォーバックで起用するの、狂気はブレントホーズだからバレてないけど、スパーツ、フォーバック全員ロックできない。ボールホルダーとマーカーを同一視野に入れてれないから、ファーにクロス来てなくてよかったみたいなンめっちゃ多いのよ。あと、ビスマがアフリカンのフィジカル強いイメージ強いからバレてないけど、ディフェンスラインの前に戻るのがかなり遅くて、で、マイナスでシュート決められるみたいなのあるから。でね、やっぱ、ホステゴグルーはそういう、あの、ディテールを詰める監督じゃないから、うん。 厳しいは厳しいと思いますね。だからマイプレイハマってみたいな試合はいけるかもしれないけど、そうだから、エメルソンにね、偽サイドバックめっちゃ楽しいんだけど、偽サイドバックはもうね、メンタルにいい効果がありますね。エメルソンも、あの、ね、アンドルドもそうだけど、<laughs> この役割任されたことによって、あ、俺のチームっていうかもうどやれるっていう。ただの労働者じゃありませんみたいな。クリエイティブな仕事してますみたいな。サイドではめられた時にバタつくよりも、ここの方が、 間で受けてうまいパスとしたみたいな人もあるからいいんだけど、実際あの数字につながる働きのところでは、うん、スパーズは怖いところありますよね。あの日のように、年 <noise> ね<楽>。